で、まあ、次なんですが、2010年6月17日木曜日、ヤフーアクセスランキング国内の記事なんですが、まあ、見ていきたいと思いますが、4番目、異常事態、司法のファッション、判事が判決で批判という記事があるんですが、これがいまいちわからないのです。あれ、国内ですね、4番目なんですが、これなんですけども、要は原告の兵庫県内の女性、大手消費者金融会社、東京との間で、東京にある会社で借り入れ返済を繰り返ししていた、借り入れと返済を繰り返していたが、金利がグレードアウトし、過払い金235万円の返金と利息5%の支払いを求め、昨年なので2009年9月に提訴したというふうに書いてあるんですが、下の方に裁判員の、言葉がありますけども、下級審が過去最高裁判所にいささか過剰に反応していると指摘、法律がみなし弁済の可能性を容認しているのに、司法が、極端に要件を厳格に設定して、括弧みなし弁済規定をと括弧閉じで書いてあるんですが、事実上葬り去るのは異常事態で、司法のファッションと批判されかねないというふうに書いてあります。ただこれ内容を読んでみたんですが、どっちが悪いのか、どっちが悪いのかという、どういう意味なのかというのはちょっとわからないんです。で、女性が過払い金235万円の返還を求めているのに対し、裁判所は118万円の返済を認めたもののというふうに書いてあるんですが、利息については却下していますが、どっちがどうなのかというのは分かりません。ただ、裁判所の判事が最高裁の批判をしているというところ、批判まではいかないんですけども、下級審というふうに言ってますね。下級審が最高裁判所の判最高裁判所の判決に括弧して書いてありますが、いささか過剰に反応しているということを言っているので、別に最高裁判所を批判しているわけではないような気もするんですけども、で、判決ですね、この言ったのは神戸地裁支部の山村、これですね。この人が言った話なんですが、地裁のそれも支部、まあ相当下というわけではないんですが、まあ裁判員が、でも最高裁の批判をしているわけではなくて、最高裁の判断に高等裁判所や地方裁判所、簡易裁判所、あとはまあ家庭裁判所などが顔をうかがいすぎだというようなことを言っているみたいなんですが、ちょっとよくわかりません。で、あとは、まあ、それぐらいですね。で、10番目の記事なんですが、ヤフーアクセスランキング、国内の2010年6月17日の10番目の記事なんですが、党内政局をやっている場合ではない、小沢氏一平層で結束強調という記事なんですが、そう
ですね。自らの状況について小沢氏は静かにしていると言われたから静かにしている、一平卒で頑張ると表明というふうに書いてあります。またマスコミも叩く人間がいなくなって民主党の支持率が上がったと、自身の幹事長を辞任による党の支持回復を自重気味に語り、会場から笑い声が出たというふうに書いてあるんですが、小沢の言い分としては、検察が起訴しないから潔白だと。まあそれはそうなんだけど、高島秀武さんや自分の考えなどを言わせると、部下の責任を上司がどう責任を取らないのかというのはおかしなもんだなと思うんですが、この問題についてもよくわからないのです。で、あとは、まあ、これぐらいですね。